常に俺マジで疑問なんです。このなんかこれ呪術廻戦のさ、あのあいつが呪霊にするときみたいなやつがついてない。マジとかういーって痛いなんそれが呪霊顔面ならこれ特急妖怪ですSKJ ビレッジ。はい、ありがとうございます。SKJ ビレッジの説と、そうそう、進行です。はい、本日の企画は、俺の帰ってきたこれ、買ってきてくれバトルでございます。なるほど、なるほど。50音、ランダムで、一つ選びます。はいはいはい、じゃあ、例えば、ブル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 。無。ただ、俺の文字が無になりました。無から始まる食べ物を3ついっぱい考えて、まあだから、だからあれだね、虫とか、まあ、虫パン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 、そう。あとから、あとは、ムカデ。ムカデ。虫とか、ムカデ。まあいっぱい調べてもいいです。まあそういうのを考えます。書きますね。はい、で、これを見て、まあ自分以外の誰かが買っていきます。まあペア後で決めます。これをちゃんと買ってきて、みんなで美味しく食えるのかというバトルでございます。はい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 、まあ、だからまあほんとそれだけです。3人で9個いいものをやって俺らのチームワークを試す企画なんで、はいはいはい、よろしくお願いします。一文字目分かってるならいけるか。そうだから一文字目がかぶってるのよ。あ、なるほど。どんだけ絵が下手でも、はいはいはい、1個分かればあ逆算してあだからアイスかみたいなのができるんで。じゃあ絶対分かるんだ。絶対分かるんだよこれマジで。はい、こんばんは。こちらです。これです。これです。これです。分かりますか。これいただくわ。ごめんなさい。はい、もう準備はいい。できます。いきます。よーい、スタート。おー。これはわかるかなーと。わかりますね。これわかります。うまいし、うまいもの食おうとしてる。いや、うまいもの食おうとしてる。そういう日だろー。OK。一つ目です、これ。うまいもの食おうとしてる。いいだろう。そんな文句言うんじゃん。いやいや、文句じゃないですよ。うまいし。絵がいい感じかなっていう。何これ。いいですね。わかった。わかりやすい。わかるでしょ。さあ、これで完了。 OK です、 OK です、 OK です。これやばい。俺分かったけどね。まあまあでもまあうまいか、はい、でも最後のがマジで分かんないわ。あーまあ出てもろて。いやーこれうまいしうまいの食おうとしてんな。わかる。あれうまいの食おうとしてる。あー、いけるかも。いや、でもこれ、意外とね、意外と。ごめん、俺、ずっと思ってんよ。あ、ダンベル、洗濯機。いや、癖洗濯機。ちょっと、これ、拡大です。これも、OK です。え、どういうこと。え、マジでわかんねえ。もう降参というか終わりだったら終わりで、付け出すのはただです。文字がヒントになってね、全てがつながってきてほしい。終わりです。まあもう1個食えればいいや。もう1個食えればいいや。わかんねえけど1個は確定でわかってる。その上でわからないとまで言っとくわ。じゃあ俺に分かるように書いてください。オッケー、行きまーす。ピアノです。ずれたピアノ、黒鍵が。入ったかも。ちょっと次行くわ。袋に縦に入ったハンバーガーが。袋ピアノです。袋ピアノ。袋ピアノと。まあ、これ食わない方がいいだろ。これ食ったら問題だって。病気とか警察も動きます。病気になるか国が動くか。これ警察です、警察です、警察です。ええー、
チンポダブルチンポリチンチンいや、お前どこなんか見たな、これ同じの書いてますピアノです、これもやばい、はい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 、あれ、まあでも結構わかりやすいかもしれません。え、全然名前もしてね。もうまずウサギの肉をどこで買ってくるかだけ問題だ、俺は太ったウサギ、四角目のそれだけかなり四角ウサギだもんね。四角ウサギだから死なんだよ。四角まだらウサギ、まだらかな、枝分かれチンポ刺し、お前ふざけんな。いや、ちょっと待って、これ質問なしだよね。質問なし、でもめっちゃ質問したいのは1個だけあるわ。ダメダメダメ、質問なし。いや、俺のが質問してよ。どの絵がどの解説になってるのか。多分おそらくこれは同じ食べ物です。このいや、これを買ってくれば1個は合ってる。この日中日日中は確定。だってこんな大事に書いてんだから。もうさすまたみたいなのは2人とも書いてて、防犯ナイスなんですけど。非常に俺マジで疑問なんです、このなんかこれ呪術廻戦のさ、あのあいつが呪霊にするときみたいなやつがついてない。ああウィーって痛いなやつ。これが呪霊顔面なのか、それともシャシャシャのあの適当シャシャシャなのか、それも言えません。それはもう S さんの、まあ、それは分かる。それはちょっと深く読みすぎ。それは呪霊顔面ではない。それが呪霊顔面ならこれ特急妖怪です。サイガさん特有の真横から見て顔は正面向いてるっていう。この小学生が立ってる。体は横、顔は真横向いてる。やめろよ。特有です。いやろ、わかりやすくていいだろ。じゃあまあ行きますか、これで買い物行って、で、絵とともに発表会しましょう。ということで、皆さんのそれぞれの買ってきました。はい、じゃあ誰からいきますか、誰の絵からいきますか。まあ、簡単ね、俺のやつからいきますか。まあ進化は簡単な、じゃあ僕ですね。はい、じゃあちょっと出していただいて、はい、まあこれからいきます。はい、寿司、ありがとうございます、ありがとうございます。ステーキ、いや、ステーキ、まあまあまあ言いますかね、寿司ステーキときて、はい、最後ちょっとごめんなさい、非常に迷ったんですが、スーパーカップ、まあ伏せておきます、伏せておきます、伏せておきます。それは捨てられて、うん、やばい、気にはなりますけど、まあでも一応飯としては、だからステーキ、寿司、スーパーカップね、うん、はい、あ、ありがとうございます。で、まず簡単なやつ出しますね。はい、まあ、伏せるか伏せないか、まあ、じゃがりこ一つね。おお、こいつ読みじゃがりこで、まあ全く、ああ全く同じものが書いてあったので、まあ、まあまあまあ捨てておきます、捨てておきます。はい、で次に簡単なやつ、個人的に、はいはい、あ、この呪霊、牛肉呪霊となっております、ジャッキーカルパス。ああ、なるほどね。この断面が、まあ、あの字読みしたってことね、字ね、はい、字で読んだってことね。この謎のやつ、お、俺じゃなきゃごめん、マジで多分分かんなかった、誰も。ジャーマンポテト、じゃ大正解さん、これ捨てます、捨てます。で、じゃあまあラスト飾るのは僕のウサギとかに入れてますけど、これ俺じゃないか、分かんなかったわ普通に。まあ、まず多分こいつは自信あります、サンドイッチ、はい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 、これはサンドイッチでしょ、まあ縦ハンバーガーかサンドイッチどっちかだなっていうので、まあ伏せます、まあでもハンバーガーは横でいくからっていうので、プロビアのサンドイッチを見ね。で、まあこの端の、まあ、このチンポを行かせていただきたいんですけど、いやこれマジ期待だわ。このデカ魚を2チンポで行って、サーモンです。じゃあさよみね、今んとこ、今んとこさよみなんですよ。うお、牛だ。これなんか牛だ、めっちゃ。これすごい、なにこれ、初めて見たんだけど。で、こちら、はい、うわ、サーロインです。うわー、え、すごい。いや、捨てます、捨てます、めっちゃいいやつ、ウサギのサーロイン。ありがとうございます。まあまあまあ、じゃあ食いましょうか、じゃあこれで。あれ、なんか格差ある、もしかして。あ
るじゃないですか。え、ジローラーメン。まあまあ仮に地だとした時の話。いやまあまあそれも、お前決まった後と言えよそれは。まあジロー行け、いや捨てますけど、さすがに。もし地だったとしてジロー系行けたら嬉しかった。ジロー行って他2つ行くのきついよね。ジローって1個でもお腹いっぱいじゃん。ああ、うん、まあまあ普通にね。ジロー、ジェラート、ジンジャーエールは伏せます、伏せます。行儀悪いけど、刺していくわ。じゃがいも何狙い、それは。じゃがいもをまとめていける。苦しいんだ、もうじゃがいもは次で。あ、これ名前つけよう、流行りそう。タピオカの次、これだ。あーそう、食べれちゃう、食器も。じゃがいもに刺した分がちょっとふやけてるから、そのシナジーはあるわ。シナジーいいな。まあでも絵に関しては君には言われたくない。これも先に書かれてるんで。あ、でも虫なんで。あの書き方は一つ問題あると思いますけど。いい加減、もう大人だから。ちゃんと怒られる時の大人だな。ま、真横に四角描いて顔だけこっち向いてるスタイルで、もう通用しないと思うんで、この先は。ちなみに寿司でさ、絶対これは頼むっていうのはある？あ、イカオクラ。イカとオクラ、あの軍艦。俺は絶対納豆巻き食べるんだよ。納豆巻き、鉄火巻き、かんぴょう巻き、かっぱ巻き、これ食うやつ、スーパー行けって思ってる。申し訳ないけど、いや申し訳ねえけど、スーパーに行けと。寿司屋で食うもんじゃねえだろって、ちょっとどうしても思ってしまって。思った以上にぶさなっていきます。どこでも食えるから。うん、否定してるわけじゃないんだよね。否定してるわけじゃない。まあでもここにいますけど、どうする？うん、否定はしない、全然。でもまあ俺スーパー行った方がいいっすよね、この流れ的に。あ、先生、俺は行った方がいいんじゃないかなって思うってだけ。あ、もっと言うと、もっと言う、もっと全面否定するわけじゃないけど、寿司って、うん、食いたいものランキング高いじゃん。まあ一般的に、ね、一般的な俺の、うん、そんなにいいですかってちょっとぶっちゃけ思います。言いたいことわかるよ、すごい。寿司が過大評価されてた話でしょ。俺それで言うと、本当に一番過大評価されてるもの一個いいっすか。うん、この世の中で言ってほしい。カニです。カニはマジで過大評価されてますね。俺ね、社会人時代、同期の家でカニパーティーみたいなのしたんですよ。で、まずカニ食うじゃん。でっかい鍋でめっちゃいいカニを食って、うわ、カニマジうめえみたいな。うん、ちょっとスーパーの肉入れて肉食ったら肉クソうまいの。肉100倍うまいです、カニの。カニに関しては過大評価じゃないと思う。じゃないですね。カニに関してはね。でもその海鮮全般って話をしたら、ちょっと過大評価されてるなと思う。それも海対牛っていう話今。そう、海対牛。海対牛対牛。牛牛だよ。海対牛対横ウサギ。やばいよ。やっぱそのなんかダークライみたいに使うな。じゃあ行きますか。じゃあシンガーからお願いします。はい。はい。まあ寿司です。はいはいはい、うまいです、うまいです。酢でした。酢です。寿司、ステーキ、スーパーカップナイス。おー、よかったー。素晴らしい。じゃあ自分行かせていただきます。いろいろ大口言われました。自信ありますよ。サンドイッチ。はい、もちろん。ありがとうございます。で、まあサーロインステーキ。素晴らしい。サーモン寿司。はい、ぶっちゃけマジで100点でさえございます。もう正解発表します。はい、じゃがりこです。あぶねえ。かなり似てないこれ。あ、これ似てない。じゃがりこです。はい、じゃがりこ、ジャマポテト、ジャーキーです。あー、おー、すごい。あれ、ってことなんでジロー行かなかったんですか。素晴らしい、100点です。100点満点みたいなもの食って、またカレーにジロー書いてあったら、俺ジロー買ってモンスターも添えてました。これなんでこっちにはモンスター添えない。普通の質問だけど。まあジローじゃないからかな。あ、でもジローあるじゃんってシンク行った時、 S 口パクパクしてたから、そういじゃん。じゃがりこの方が良かった。なら俺買ナイス買い物。ありがとうございます。じゃがいも2つも買ってきてくれて。ありがとう。
ハハハハ。